マリサ、その発言はさすがにないわ。何も言ってないのだが。チャンネル登録者をお金で買って増やすのはダメなんだぞ。濡れ衣を着せないで。まったく、撮影前になんて発言をするのよ。私のイメージが崩れるだろ、やめろやめろ。マリサの株が下がることで相対的にフランたちの株が上がるんだぞ。まんじゅうのピザ。はいはい、冒頭の小ボケも済んだことだし本題に入るわよ。無理にやる必要もないんだけどな。小ボケを楽しみにしている視聴者だってきっといるんだぞ。今回はみんな大好きトップバリュの黄色い商品紹介よ。意外とハズレを引いていないから引き続きいい感じのものを頼むぜ。は？ハズレを引かないと動画的に面白くないでしょ。早く地雷を踏むんだぞ。当初とは趣旨が変わってるんだよな。というわけで、今回の商品はこちら。ビーフカレー中から、トップバリュのレトルトカレーか。ちなみにお値段はいくらだ？お値段なんと税込み85円。パックご飯とセットで約150円なんだぞ。中華丼の回でひどい目にあったパックご飯が今回もあるのは置いといて、かなり安いな。パッケージの見た目は美味しそうだけど、実際のところどうなのか調査するわよ。レンチンか湯煎で調理可能なんだぞ。原材料のジャガイモが中国産ってのは一抹の不安があるぜ。ジャガイモなんて国産も外国産も味変わらないわよ。全農家の皆様に土下座しろ。というわけで、カレーを湯煎してご飯をレンチンしてきたわよ。またこのご飯を食べるのか。ご飯は3パックセットを買ったから、これ食べてもあと1パック残ってるんだぞ。カレー投入。まあごく普通のレトルトカレーっぽいな。具材がほぼほぼ見当たらないんだぞ。完成よ。スパイスの香りはしっかりしてるな。早く食べるんだぞ。最初は私がルーをいただくわね。香りととろみは他のレトルトカレーと変わらないわね。ちなみに具材はジャガイモ多め、肉がちびっと、人参はほぼ溶けてるんだぞ。いただきます。どうした？美味しくないのか？普通。普通と言われてもよくわからないんだぞ。視聴者様の中で9大点くらいの普通のレトルトカレーを想像してほしいわ。それがこれよ。ふわっとしたコメントしやがって、次は私がいただくんだぜ。いただきます。普通、くさ。よく言えば、85円でこのクオリティなら万人受けする味で十分だと思うぜ。確かにこの前の中華丼よりも好き嫌いは分かれなさそうね。悪く言えば、特筆すべき点が全くないな。味も香りも強烈なものは感じなかったぜ。とりあえず空腹を満たしたい時にいいかもな。通知表で言うならオール3なんだぞ。もちろんまずいってわけではないから、自宅にストックしておくのはいいと思うぜ。あ、強いて言うならビーフカレーなのに牛の旨味は感じられないぜ。ビーフカレーって何なんだ？コメントも済んだところで、いつも通り全部食べるわよ。お残しは許さないんだぞ。ごちそうさまでした。カレーだとトップバリュのご飯も食べやすかったわね。カレーのスパイスでパックご飯の匂いを消していたんだぞ。問題なく完食できたし、黄色い商品は噂だけ一人歩きして実際は優秀なんじゃないのか？このせっかちまんじゅう、まだ結論付けるのは早いわよ。今後ともトップバリュの商品を調査していくからよろしくね。ハズレの商品食べたくないんだよな。トップバリュの動画をまとめた再生リストを作ってあるから、確認よろしくなんだぞ。今回の動画はどうだったかな？コスパ抜群と思った視聴者様は高評価お願いします。高級レトルトカレーももっと動画にしろと思った視聴者諸君はチャンネル登録頼むんだぞ。それでは次回も、ゆっくりしていってね。